まだもう見たばっかりでしょ。そうですね。そうですね。まだ見た、まだ公開されたばかり。うんうん、よし、よし、次こそ足立さん方式。一回休まないと。あ、休まないと。一回休まないと、ね、まだよ。まだ。まが大事なんだよ。ビールも芝居も。まが大事。まが大事。身につまされる話、ね。そうだよ。芝居語っちゃったよ。いきなり。早かった。のっけから。早かった。回るのが早い、うん、もう俺はね、帰ってきてね、さっき正直ちょっと元気なかったの。まあそうでしょうね。ね、ね、で、疲れてましたね。会ってさ、こうビールキュッてちょっと飲んだらもうすぐ機嫌よくなるね。病気だ、病気だ、うん、病気だ。もう一口目でもうふっとこう上がるものがあるよね。病気だ。これちょっと親兄弟に見せたくないね。ここ危ないですね。ここのその発言はね、知らないですか、いやいや、飲んだくれっていうのは、飲んだくれっていうのは言ってるけど、まあ、そういう家系に育ってるんで、うん、そうです、飲んだくれの家系に。飲んだくれじゃないけど、酒飲みなんでね。あ、そうなんで。でも足立さんなんか第一印象とか、なんか見た目はそんな飲んだくれって感じは全くしないんですけどね。だから飲んだくれ、飲んだくれって言うなよ。そんな飲んだくれ、楽しく飲んでるだけだから。命をかけて楽しくなるんです。これさ、音とか大丈夫かな。ちゃんと一回確認した方がいいかな。あ、お願いします。なんかね、ここまでやっててさ、あ、全然声入ってないとか嫌だよ。嫌ですね。ちょっと一回止めて、止めますか、再生して。止めたいというか、普通の話したいですよね。ここでもそんなことない、そんなことないよ、そんなことないよ、そんなことないんだけど。あとね、写真をね、ん、3人が楽しくしてる写真が、はい、写真を撮ったら、うん、そのブログに使うからって。ああ、はあはあ、忘れますからね、うん、絶対忘れ、でもこう忘れるって分かっててこうやってるのが偉いですよね、僕たち。偉いね、はい、いつかその忘れるっていう話題すらなくなるんだろうね、きっと。番組みたいなね。そうですよね。だからさ、そのさ、2話のさ、2話の話します。そう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 、まあ日本酒は開けてないですけど、ね、まあとりあえずビールも3本も開けてるってことですね、うん、ビール3本目ですからね。だいぶ酔ってますね、早くも。そう、あ、そうでもないです。え、お酒強いの？どっちかっていうと強いと思ってる。あー、強そうだよね。強い、うん、あのね、こういう人強いんだよ。あの普段からふわっとしてる人っていうのは、はい、あの区切りが分かんないじゃん。あ、なるほど。それあるかも。カチッてしてる人だったら、そうそうそう、分かるかも。フェードインしてくでしょ、いつの間にか。確かに確かに、うん、いや、俺もそうじゃん。あ、そうかもしれないです、うん、これ電話かかってきて、電話出ただけで、はい、電話の相手が酔ってんですかって言うの。あ、そうなんですか。俺知らない、知らない、知らないのに普段から酔っちゃってるから。そうなんですか。そうそう、まあ、ここら辺からその中身の方に、そうですか、会話をチェンジアップしておきますか、うん、チェンジアップ、あの、うん、どうなんですか、まあ、全6話ということでやっておりますけれども、実際我々先々のストーリー聞かされてないじゃないですか。そうなんですよ。詳しくはね。そうですね。そうなんだよ。それぞれぼんやりはちょこちょこ聞かれてるかもしれないですけど、うん、その玉波さんのね、この今1話からやっと2話、3話となってきて、はい、なんか、あれ、あ、こう来んのとか、はい、で逆に、ああ、よしよし、こう来たかみたいな、そういうのってあるんですか。そんなばっかりですよね。そうですね、うん、でも私が一番驚いたのは、タマさんが素人童貞だったことくらいです。で、一番びっくりしませんね、あのセリフがね。そう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 、うん、あれ、本当かどうか、あれは違うんじゃないかな。いや、あれはでも分かんないですよ、でもね、ミス化してますからね。確かに、でもね、見る人からしたらね、そう、え、そうなの？なりました。うん、そうだ、そうだ、そうなんですよ。女性から見たら、ああ、そういうことなのって思ってるかもしれない。
俺あれただの受け流す普通にあれかと思ってたそうね、うん、俺もそう思ってた、うん、あそっか分かんないよ女性は引っかかるそう宇宙人はもう全てを見透かしてるのかと思ってますそうだよね宇宙人は分かってる宇宙人には分かってんだと思って宇宙人ってのは909のことで、ね、そうですなるほどなるほど、うん、これ宇宙人ですよね宇宙どうなんだろうね電波でバリバリバリっと来てるからそうですか宇宙人宇宙人かなとかもしれないねそうですね最初もだってあの CM ではあの宇宙から地球に向かって予告編ねそう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 だから CM じゃない CM じゃないから予告編ね CM 出ちゃううん、うん、確かにね、うん、でも分かんない人じゃない人がじゃないかもしれない、うん、宇宙ラジカうんうんですねうんなん人人じゃなかったら何なのかっていうのはあるだから何も分かんないですよね何も分かんないだから、うん、そのまあこう庭見た人は、うん、ああそうなんだって普通にこう入っていけると思うんですけど、うん、自分たちからしてみたら今回2話と3話を一緒に撮ったじゃないですか、うんうん、例えば昨日は2話撮ったけど今日は3話をここで一緒に撮って、ね、明日は2話とここ撮ってみたいな感じで撮ったじゃないですか、うんうん、でまあ今日こんねあれこんがらがるみたいなところも結構あったじゃないですか、うんうん、でもまあそのストーリーを最初にその2話と3話見たときにはやっぱまああれあこうなんだみたいな、うん、そう全部驚き物の気最初の気みたいな感じでしたけどね何かいや全部こうやって決まってるじゃないですか、はい、いやいや台本台本台本であこことこうしちゃうんだとか、うん、でも結構その今仕上がったやつは結構最初の台本から随分変わってるじゃないですか、うんうんうん、研修も加えて、うんだからあれですけどね、うん、まあいろいろあの2話はヒロインとの関係がそうですよ ね、 ね、うん、いやーすごいですね急展開じゃないですかそうですね、うん、ああいうのっていうのはあの室谷さんお綺麗でしょ、はい、素敵でしょ、うん、もう素敵でしたどうなんですかそういうのってどういうことですか。なんかあの、プロデューサーの関係、こう相手役っていうのは、はい、いや僕分かりませんけども、はい、なんかこう気持ちがこう入っちゃったりとかするんですか。そうなんですか。あるんですか。まあ、はい、あのカメラ回ってるからそういう質問、あなたの役者だからね。私はラジカセですから、ただのラジカセですよ。そんなのあるわけないじゃないですか。不用意に触れられることもないラジカセですよ。冷たいラジカセ。あ、アンナとその剛は。うんあと何週も会ってないから。会社に来てないですもんね。会社に来ないもん。そうだ。うん、そうなんだよ。いや、まあ失礼になるかもしれないですけど、うん、そういう気持ちになるのは全くない。